おいて。これでかいな、このめちゃめちゃでかいですよ。これはすごいわ。あれだ、あこう15キロ。まず水洗いしよう。水洗いして、あと塩で、塩もみ。なんかすごい弾力感。これこれはやばいでしょ。15キロの水ダコです。なんかもうタコの息超えとるもん。ナルトの塩不便なく、はい、塩を振って、ああそんなもんでいいかな。一回、これぬめり取るためなんですか。そうです、そうです。ぬめりを取って水道水で流す作業を何回かやっていきましょう、はい、これ食べれるってないですもんね。ない、こんな巨大だ。こう普通に生きててそうるから、全部入念に入念に揉んで、こうこれでもどこ揉んだかわからない。もう入念に全部あーまあまあまあ、じゃあ入念に何度もやっていこう。なんかすごいね、あの頭のところのヨビヨがさ、うん、パージャンボ万能と無臭強力すぐ着火。ちょっと奮発して、高級マングローブの木炭記念に取れてきた。まあまだですね。まだね。プってこういうのが楽しいんじゃない。組み立てて、あ取ってからさ、ね、もうこんだけでいいんだ。そう、食べよう。お前高級料理だぜ。じゃあいきまーす。ちぎれる。どう。うまそう。どう。塩の味。どう。どんな味する。塩返す。着火剤もいいです。OK、 だ。着火剤、下につけなくていいの。綺麗に洗えてるね。もう、うわ、もうちょっと重すぎるな。まず首から落とします。なにこれ、割れない。あ、割れる。あ、でも美味しそうだ。うわ、炭がまた出たぞ。うわぁ、いや、なにこれ。タコって内臓どこにある。ここだよ、頭でしょ。頭にある。これ見て、これ卵。これ卵でしょ。食用物はこれ何。これ何。うわ、白子や。ほら、これ卵。卵っぽいよね。これもちょっと燻製にして食べよう、後で石炭で焼いて。うわ、なんか脳みそかも。なんかそれっぽい。なんだろう、これは一体何ですか。おお、これ、え、何このこれ何、こいつ寄生虫。これ、え、寄生虫なんかおるんとこに。おるかもね。なんかこの得体の知れないこの蝶みたいな出ないかな。苦玉かな、これ。尿道かな。あとこれ何これ湯虫かな、これ湯虫。ちょっと匂いが出てきたな。臭いな、ちょっと。うわ、これは炭じゃないんだ。この胆のとか膵臓とかそういう感じ、なんか美味しそうですね。美味しそう。ここはここなんか美味しそう。でもこれ煮付けにした後で食べよう。あの、こういうこれ、なんか量分けば腕取れた。うん、上から取ってた。上から、うん、これは結構大きいわ。包丁の切れ味が悪いのか、切れづらい。ちぎってる感じ。これが口ですね。この巨大ダコのくちばしは、何これ、めちゃめちゃでかいくちばし。これ指切断されるんじゃない。これめちゃめちゃ強いよ。これでもなんかタコ食べよるときそんな入っとったことあるわ。いやだからくちばしなんだけど、こんなサイズに噛まれたらこれ指切れるで。これで、これは危ないわ。もうちょっと、もう丸焼きにしよう。繊細な料理はちょっとやめて、ガバーッと丸焼き。現地の人だ。もうこれ3匹同時に、あ、焼ける余裕だ。うん、塩味もついとるから。だからでっかいタコのくちばし気をつけな。
今度30キロの捕獲しに行くから。美味しそうですね、タコ。はい、ちょっとずつ焼けてきてますからね。いいよ。うわ、うまそう、うまそう。噛んでも噛んでも、うまみが出続けるホルモンみたいな。この食べても食べてもうまみが消えないホルモン。おお、なんかこの取り方がまた。うん、どう？あ、ちょっと秋山さんも食べて。なんだから。どうやって切ってる？包丁で切って。美味しいね。めちゃくちゃ美味しいよ。もうちょっと焼くの。ああ、そこのね。あ、これうまいっすね。そこうまいよ。いいっすか？秋山さん食べてこれ。一緒にかけるだろうか。あ、音がいい。美味しい。小焼きでなんか売ってるような。風味がすごい。いや、座って。風味がすごい。いきます。うん。ね、ここ美味しいですね。ああ。風味いいでしょ。うん。本当に美味しいわ。よく焼けたとこがいいよ。生焼けよ。これいいね。ああ、これいい、これ。絶対。これ熱いですよ。熱い、ちょっと。待てますか？あざ。それ、もう置いて。ここ生焼きだから。まだ生焼き。よくやる。でも入念に焼いたら美味しいね。これうまいっす。なんか振り焼けば焼く。ここ絶対うまい、絶対うまい。ここはやばいぞ。ちょっとで。そんなもん。ここで薄く切らんと。それ美味しそう。贅沢食いだね。あ、ありがとう。いただきます。うわ。いや、ちょっと詳しくください。僕食いたい。もうちょっとやりたい。ちょっと火力が弱すぎる。薄く切ろう。薄切り、それを薄切りにして、うん、そんなもんそれをやって、ここだけで、これはいいで、これ最高だわ。もう生きとるだけでいいよ。焼くと美味しいわ。いいわ。食いきれんけどね。いや1人5個ぐらいだとちょうどいいぐらいだね。いいよ、切って。僕全然料理したことないんで。あ、ほんと。まあそれでボンって焼いて。あ、うまそう。うん、アスパラが食べたい。間に舞茸焼き。これはもう全部捨てる？いや、全部食べるよ。贅沢、本当に。あと美味しい、焼いて、うん、この香ばしい感じが本当ね。刺身も美味しいけど、うわ、これくちばし、うまそう。これは高級品だ。きれいな、もうくちばしのね、ここだけでキロ当たり1万円ぐらいですね。ここだけでキロ当たり10万ぐらいですよ、これ。ここの部分、ここの、うわ、キロでもう松茸超えた、これ。ここアワビ超えてる。ここの部分、いただきます。マジでうまい。食べて。いやいや、ちょっと。アワビみたい。ここアワビみたいやね。あ、全部来て、全部。これ食べや。秋山さん、食べや。どうぞ。全部先にどうぞ。それ俺が先やろ。あ、ここね、よく、マジでここ美味しいわ。うまいって言ったから。アワビみたい。シュラスコミってやっちゃう。いや、アワビとしか思えない。シュラスコミ。え、何どう？うん、うまいやろ。ここアワビより美味しいわ、ここのね。うん、そこのくちばしんとこ。うん、このタコステーキうまい。いただきます。うまっ。どうでしたのか分からない。うん、すねじもうまい。焼けてない。野菜と一緒に食うとさらに美味しいですよ。はい、薄切りで、なかなかこの薄切りができないですね。前さんとか、うん、美味しいね。ここにタコステーキの部分なんてもう様なの、これ。うまい。これが本物のタコ焼きだな。こんぐらい焼くとさらに美味しいわ。タコパーティー楽しいね。面白いです。うん。ちょっと。